はい、まさけだです。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございます。今日もですね、痛みを治すためのヒントだったりアイデアを痛みで悩むあなたにお届けできればと思います。はい、今日もですね、私久しぶりにお届けさせていただいてますけども、今日はですね、久しぶりに撮って松尾先生とね、はい、撮ってふっかに来てますので撮らせていただいてます。で、今日お伝えしていく内容としては、膝の痛みを治す方法ですね。膝の痛みをすぐ30秒で撮っていく方法をご紹介していきたいと思います。実際にストレッチまでご紹介しますので、ぜひ最後に見ていただければと思います。で、最後に私の方からプレゼントもありますので、最後までしっかり見てください。はい。でですね、今日やっていくんですけど、膝の痛みですね。膝の痛み。で、まず、じゃあ膝の痛みがどういう風に起こるのかってことをね、説明だけしていくんですけども、膝っていうのはまずここですね。ここの部分になります。で、膝、これですね。膝、ここになります。で、膝が痛くなってですね、ここの膝が悪いのかって言ったら、ほとんど膝が痛いんじゃないですね。これ何かって言ったら、膝は基本的に曲がるか伸びる。曲がるか伸びるっていうことしかしないんです。で、なんでこの曲がるか伸びるかしかしないところが痛くなるのか、それは曲がるか伸びる以外の動きが起きてるんですね。例えば膝が痛くなった人どうなるかっていうと、こんな風に O 脚になった人いないですか？ O 脚になってる人、これは普通はね、膝曲がるか伸びるかしかしないのに、こういう風に横に移動するっていう力が加わっちゃうんですよ。そうするとこの骨と骨が当たっちゃって、内側のね、この骨が当たっちゃうと痛みが出てきてしまうんですね。じゃあなんでこういう横の動きが出てきてしまうのか、それはここの横っ側の筋肉がぐーっと硬くなって引っ張っちゃうんですね。こんな感じでぐーっと引っ張っちゃう、こういう風に引っ張ってしまってる状態です。じゃあどの筋肉なのかっていうと、今日紹介していくのがこの大腿筋膜張筋といわれる筋肉です。大腿筋膜張筋ですね。で、その大腿筋膜張筋どこにあるのかっていうと、これ骨盤ですね。骨盤があったとしたら、この前のところからギューッと下に降りてきて、太ももの横をぐーっと膝のとこまで伸びてるんですね。だから骨盤から始まっていって、ちょうど太ももの横、ちょうど真ん中のところですね、コリコリしてるのがあると思います。横から触るとね、コリ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 としてる骨というかな、筋肉があります。これがですね、膝のとこですね、この腓骨頭って言ってですね、ここの膝の横の部分までつきます。ですので非常に長い筋肉ですね。で、この筋肉硬くなっちゃったらどうなるかっていうと、さっき言ったみたいにぐーっと引っ張って外に引っ張っちゃうんですね。そうすると内側だから、このお尻の筋肉が硬くなることによって膝が痛くなってしまっている、非常に多いです。で、ちょっとね、本当なのかっていうのを試してほしいので、まずね、皆さん軽くでいいので、一回こういうふうに足をこんなふうに曲げてみてください。曲げていただいていいですか？こんなふうに曲げてみて、で、なんか違和感がある、例えば私右側に違和感ありますけど、さっき言ったポイントですね、膝の、あ、骨盤の横の部分、ちょうどこの部分ですね、ここに PSIS ってあるんですけども、前から触ってもらうと、こうやってコリコリしてる骨があります。で、ちょうどお尻とここの A サイズの真ん中の部分、ここをグッと自分で押さえてみてください。グッと。グッと押さえてください。で、なんか触って痛気持ちいいなっていう場所をコリ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 と軽く触っておく。で、こんな感じで挟んでおいてください。もしくは自分の手でグッと押さえた状態ですね。で、押さえた状態、両方からこういうように押さえてもらってもいいです。で、この状態でグッともう一回曲げてみてください。自分で押さえた状態でね。そうするとさっきより軽くないですか、膝が。ですね。もしくはこういうふうに挟んでもらった状態で立ちしゃがみすると、さっきよりも膝が楽だったりとか、もしくはですね、なんかしゃがみやすい、立ちやすいってことであれば、このお尻を押さえたことによって立ちやすくなる、座りやすくなる、イコールこのお尻が逆に原因で座りにくくなってたりと、立ちにくくなってるんじゃないかってことが言えるんですね。じゃあどうするべきかって言ったら、ここのお尻の筋肉の硬い部分、大腿筋膜張筋の硬さを取っていってあげれば痛みがなくなるんじゃないかってことですね。じゃあ実際に今日はここの硬さを取っていくってところまでやりたいと思います。で、やり方はですね、この椅子を使ってやっていきます。椅子ですね。で、椅子を使ってやっていくんです。こっちの方がいいかな。椅子を使ってやっていくんですけど、まず軽くですね、こんな風に置いてください。置いていただいた状態ですね。で、筋肉をストレッチしていく、例えばこの部分をぐーっとストレッチしていってもいいんですけど、硬い筋肉を伸ばしていってもただ硬くなっちゃうだけなんですね。ですのでどうするかっていうと、筋肉ってのは基本的に伸びるか縮むかどっちかしないです。で、縮めた方が筋肉柔らかくなりやすいっていう性質があります。ですのでまずはですね、これ足をこういうふうに乗せてください。で、
足のこの部分がしっかりこの部分にキュッと乗るような形、こんな風に乗せてあげてください。で、この状態からですね、この状態からお尻ですね、お尻の外側、このさっき触った部分ですね、ちょうど骨盤の下のところ、A3S の横ですね、この部分を触っていただくと、さっきより緩くなってる、柔らかくなってるのを感じると思います。で、この状態で自分の親指でもいいですし、こういう猫の手、こういう形にして、こういう形でもいいです。どの形でもいいので、これでこの部分をグッグッとお尻の横の部分マッサージしてあげてください。ですね。で、足全体がグッグッとこうやって動くような形でマッサージしてあげていいです。で、大体10秒から30秒間、こんな風に硬い場所、痛気持ちいい場所をマッサージしてあげてください。例えば、これない状態だと、硬い場所を触って痛い痛い痛いってなっちゃうんですね。なので、しっかりこれ、横に乗せてあげるだけで緩むんですね。この状態、緩んだ状態で、こういうふうにストレッチをしてあげてください。ですね。だいたい30秒間、こういうふうにしてあげて、してあげて。で、すると、さっきよりなんか楽になってくる感じ、痛みがなくなってくる感じがあると思います。ですね。で、そこまでいったら、一回下ろしてもらって、右と左の足の重さ、ですね、あとはしゃがんだ時の膝の軽さだったりとか立ちやすさだったりとかっていうのをもう一回感じてみてくださいですね。で、多分やってみたら楽だなっていうふうに感じると思うんですね。じゃあこれ何かって言ったらもう一回言いますけど、この骨盤の筋肉が膝の痛みの原因になっている可能性非常に高いです。ですのでこのポイントをしっかり押さえてもらってストレッチしていくことで膝の痛みしっかり治ってくると思いますので、この今のストレッチをしっかり1日30秒ですねやっていただくだけですぐ良くなってきますので、ぜひ試していただければと思います。はい。で、今日はですねこちらの方プレゼントあるって言いましたけど、このストレッチのような形でですね、実際に世帯復活の YouTube チャンネル以外でもですね、私の松田啓太のチャンネルもありますので、ぜひですね、気になる人はそちらの方でも詳細ですね、膝のストレッチだったり腰痛のストレッチご紹介してますので、気になる人は概要欄、YouTube の概要欄の方に、もしくはコメント欄の方に貼っておきますので、そちらの方からチャンネル登録していただいて、しっかり私の方のチャンネルもね、見ていただければと思います。はい。じゃあですね、今日これで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録してください。以上です。概要欄貼ってます。